ターホース3プレミアカップファイナル。ただいまよりプレミアカップを開催します。小倉競馬場、天候は晴れ、馬場状態は芝、寮、ダート、主で行われます。出場全14チームを紹介します。まずまず揃って飛び出しました。果たして先頭に行くのは、腹を切ったのは2番、ロズイッキマース、アンドロギノスが回していきました。その後ろでやりましょうか。北サンテムジン、外を通りましてコロニーレーザー砲、それからもう1頭キリン落とし、そして外からはサイレントハピネス、それから12番、骨の基礎フマップ、その外に8番、ビューティービエスト。歴史にその名を刻むのは果たしてどの馬なのか。コロニーレーザー砲、ちょっとピンチか。3番手にアラバマドリーム、ロズイッキマース、先頭に立った13番、ファーストストリーム、キリン落としも懸命に追う。ファーストストリーム先頭だ、かわした。2番手に骨の基礎フマップだ、1着ファーストストリーム、2着骨の基礎フマップ。第1レース、1着13番、2着12番、3着6番、以上のように確定しました。プレミアカップ2600m、まずまずのスタートを切りました。果たして先頭に行くのは、まず予想されたように回答府中が先頭です。回答府中、この辺りちょっと離れている1番、ベッドクラス戦、ダーレーマジェスティ、もう1頭ペガサス、そして5番手にリングスでやります。その外からはモモイロシアトル、そして内からはペコミルキー、ペプチドリーム。さあ、小倉競馬場のスタンドから大歓声が上がります。グローブシアターはまだ後方、ようやく追い込み態勢、先頭は回頭府中、まだ粘っている。ベルドプラス戦が2番手、ベプチドリームも懸命に追う。先頭はベルドプラス戦、ベプチドリームが2番手、ベプチドリーム先頭に立った。ベプチドリーム先頭、ベプチドリームが1着でゴール番を通過、2着はベルドプラス戦、3着ヘコミルキー。第2レース、1着9番、2着1番、3着7番、以上のように確定しました。
開いた。まずまず揃って飛び出しました。果たして先頭に行くのは、まず大方の予想通りと言いましょうか、アイアムローソンが先頭です。その内からは5番クロムシシリアン、そしてその後ろから4番ハムマヨ、11番レッドブリデビルシャーマン、もう一頭10番レオパルド、その外12番レイジングブルー、それからもう一頭聖騎聖堂、そしてその後ろからレジェンドセラー。さあこの直線の向こうに最高の栄養が待ち受けています。ファンキーワヨはまだ後方、ようやく追い込み体勢、内から懸命にスプリングスナイプ、レッドブリが2番手、レッドブリ先頭だ、外から懸命にクロムシュシリアン、まだ先頭レッドブリ1着、レッドブリ2着クロムシュシリアン。第3レース1着11番2着5番以上のように確定しました。ゲートが開いた。まずまず揃って飛び出しました。果たして先頭に行くのは、まず大方の予想通りと言いましょうか、フリーズが先頭です。海東ガサヤマがオルコックアラビアソ、マメジロー、外から1頭ガルンダチッチ、アーリータイムズ、それからそれはハラパン、その外からはテレンスクロック、そしてその後ろから鉄のカエル飛び、そのうちにアスタリスク。歴史にその名を刻むのは果たしてどの馬なのか。ハイテンション直線の伸び足はどうか、内から懸命に怪盗中山、お金持ちになりたいが3番手5番怪盗中山、アーリータイムズも懸命に追う。先頭はフリーズ、アーリータイムズが3番手、アーリータイムズかわした先頭に立った。1着アーリータイムズ。第4レース1着12番2着当番以上のように確定しました。ゲートが開いた。まずまず揃って飛び出しました。果たして先頭に行くのは、花を切ったのは4番テムジンバグスター、イニシエの歌が合わせていきました。リナちゃん走ろう、それからベラーディア、外から1頭9番サイレントメモリー、マイトステルビアが並んでいます。そしてその後ろからウソップスペル、外を通って2番ナチュラルローソン、それからもう1頭14番シャントフリージェ。大歓声が上がる小倉競馬場、大歓声が上がる小倉競馬場。森光子馬群をさばききれるかどうか。先頭イニシエの歌、イニシエの歌が3馬身リード、外から懸命にシャンドフリージェ。先頭はイニシエの歌、シャンドフリージェがかわした。内から懸命にイニシエの歌、1着14番シャンドフリージェ。さあポイント争いはどうなったのか。ウィン5の結果をお伝えします。第1レースから順に13番、9番、11番、12番、14番、以上のように確定しました。